素粒子原子核線こう実験系の伊藤と申します。今日は宇宙の謎に迫る素粒子実験というタイトルで話をしようと思います。それでいきなりもう核心から話を始めますけれども、現在こう私たちの最先端の物理論ですね、これをスタンダードモデルと呼んでいます。でこのスタンダードモデルでは素粒子っていうのはこれだけのものがある。で皆さん陽子とか中性子っていうのをご存知だと思いますけども、実は陽子とか中性子は本当の素粒子ではなくて、さらにこうもっと細かいクォークテムの形ですね。でさらにクォークとかレプトン、これが物質を構成する粒子、それ以外にもいろんな力を媒介する粒子ですとか質量を与える粒子がある。でこういうものが僕らの素粒子だと思っています。じゃあこれで宇宙が全部説明できるかという話です。で皆さんよくご存知のように、この宇宙っていうのは最初にビッグバンっていうのがあって、それがバーンと膨らんでエネルギーが物質に化けてできたと思われています。でもしだから僕らの標準理論が正しければ、それで 100% 全部説明できるはずです。ところが実際はそうじゃなくて、宇宙観測を見ていると、例えば最近ダークマターですとかダークエネルギーですとか、こういうのが話題になっています。こういうのが標準理論では全然説明できないんですね。で実際この標準理論で説明できるのはこの全宇宙のせいで 5% ぐらいしかないというのが最新の知見です。でじゃあ実際理論の方はどうなっているかというと、これは村山さんといって大変この有名な理論家なんですけども、その人が書いた21世紀の物理の地図というやつで、このご覧のようにこうまだまだもうカオス、かなりカオティックな状況にあります。じゃあこういうのをどうやって調べれるかっていうのが、それが実験でして、実験屋さんはもっと単純ですので、とにかく新しい物理を探したい。でそういう時に、そういう時にはそこに現れる粒子っていうのはこれまでにもっと重いものだと思っています。でもっと重い粒子っていうのは加速器で高いエネルギーを与えれば作れるんじゃないかと思っています。で加速器で高いエネルギーを与えると何ができるかというと、もともとのビッグバンにだんだん遡れるわけですね。だからそのビッグバン、本物のビッグバンはもちろんできないけれども、そのなんかちっちゃいレベルのビッグバンができないかということを考えて、それを作ろうとして加速器というものを作っている。で加速器の中で例えば粒子と粒子をぶつけると、それでまたエネルギーに戻って、高いエネルギーになる。それを使ってスタディしようというのが僕らの考えです。で実際この素粒子原子核線こう実験グループというのは非常にたくさんのグループから構成されていまして、いろんな実験があります。例えば私でやっているのは B-Factory という実験ですし、それからヨーロッパでやられているような大きな LHC という加速器を使った実験、ホドロンコライダーなんかもあります。だから将来的にはギニアコライダー、ILC というものに対してもアプローチなどなどいろいろありますけれども、でこれを全部我々の実験グループというのは網羅していまして、でもう言ってみれば素粒子実験の総合デパート状態。ただ今日はこれ全部の話を短い時間で作ることはできませんので、私のやっている B ファクトリーの話をしようと思います。でこの B ファクトリーっていうのは筑波にキャンパスに加速器がありまして、加速器はスーパーケック B、 そしてその検出器はベル2と呼ばれています。でこれがどういうものかというと、このようにスーパーケック B っていうのはこんな加速器で、電子と陽電子を加速して反対方向に加速して、それをぶつけることで、ちっちゃなビッグバンを作るというようなことをします。でただこの新しい物理を探すためには、素粒子実験といいますか、素粒子反応というのは要するに量子反応ですので、もう統計の世界なんですね。だから統計的に有意なことを言うためには、ものすごくたくさんの反応を作らなきゃいけない。そのためにこのスーパーケクビ加速器というのは、昔はケクビ加速器というやつで、これは小林マスカー理論の証明に使われた加速器なんですけども、これをさらに強化して、40倍のビーム強度をような、そういう強力な加速器です。また実験の方も、こちらの方がむしろ私がやっていることなんですけども、実験の方はそれに対応できるような強力な検出器、特に速い速度の反応を取れるような、そういう検出器を作られています。でこういう検出器を作成して、で昨年から物理解析のためのデータ収集を開始しています。で実験装置としてはいろいろあるんですけども、例えばこのようなもの、これが一番内側にある粒子検出器でして、エクセル検出器というんですけども、これはエレーサーを作る技術を使って作られたような、そういう検出器で、非常に細かい一個一個のトランジスタが50ミクロン単位でこう配置されているような、そういうものすごく精細な検出器、これが一番内側に入っていて、さらに外側にこのシリコンの線をたくさん貼って80ミクロンステップという
そういう精細な、これもやっぱり明細という作り方ですね。こういうのを自分たちで作って実際この実験装置をやっている。またこの粒子識別機なんかもこれも非常に面白くて、例えばものすごくこの平面度の高いクローズドアをこう作ってやって、そこの中でこう生成するような機械の速度、まあ、どれだけ伝わったかですね、この位置をその伝わった時間から検出するような、そういう検出機トップを作ったりとか、テレコッコっていう特殊な光があるんですけども、その入ってくる粒子に、大体比例した大きさの光を出す、そういう光があるんですけども、それを捉えるために特別なこういうフォトンセンサー、これ光子一個一個を捉える非常に強力なセンサーです。それをこの面として捉える、そういうセンサーを作ったりしています。からまた大量のデータを同時に収集しなきゃいけませんから、それをするために非常に超高速の電子回路とか、からこういうコンピューターファームですね、こういうものも自分たちで作ってやっています。で、まあ、非常に大きなシステムなので、とてもこの小さなグループでやるのが不可能で、例えば我々のこの実験グループは全部で5000人以上から来ています。26カ国から来ています。で、まあ、非常に大きな実験グループで、実際その実験の雰囲気というのはこんな感じなんですね。これは最初にフェーズ2っていう、一番最初に電子と陽電子からぶつけて、こういう反応が得られた、そういう時の写真ですけども、まあ、こんないろんな人々がいっぱい来て、わーってかかってやってるわけです。で、それからさらに物理の実験のデータをの収集を開始した時の写真ですけども、こんな感じでもう多国籍、もういろんな人々がいっぱい来ている。で、実際にじゃあどういう物理をやっているかっていうと、僕らは特に B 級監視というものに着目してそれで実験をしています。で、 B 級監視というのは非常に重い粒子で、普通の陽子とか中性子の5倍ぐらいの重さを持っているので、すぐに他の粒子に崩壊してしまう。だからその崩壊するときに何か新しい粒子ができるんじゃないかということを期待して、こういう反応を、まあ、捉えようとしているわけです。で、じゃあ検出した粒子からどうやって B 級監視を受けるかっていうわけですけども、まあ、実際に検出機から得られる信号というのはこんな感じで、こういろんなドットが出てくるわけです。で、これに対してそのどんなふうに飛んでいったかっていうのをこういうふうに線で表したんですけども、これはコンピューター処理してどういうふうに飛んでいって、どれだけの運動量を持っているか、どれだけの水分とか、そういうのを全部再構成します。で、それをその情報を使って、ちょっと難しいんですけども、不変質量という技法を使って、前の崩壊する前の粒子を、まあ、探します。で、崩壊する前の粒子の質量が我々の知っている粒子だったらその粒子だったよと、そういう同定を送る。で、こういうのを繰り返して、まあ、元 B の微中間子ができたかどうかというのを見ていきます。で、ただですね、その素粒子反応というのは先ほども言いましたが、この確率現象なので、一つの反応を見て、ああ、なんかこれ新しい物理から来てるんだって見つけることはできないわけですね。そこで、この新しい粒子が確かに存在することを示すためには、たくさんの反応を集めて、まあ、統計調査、一見には世論調査、ああいうのをやって、僕らの知ってるスタンダードモデルからちゃんとずれてるんだよということを示さないと、その新しい物理って分からないわけです。で、今の状況としては、例えば、ヨーロッパに LHCB 実験というのがあります。この実験で、まあ、いろんな量にちょっとスタンダードモデルからズレが出てるという量がいくつかあるんですけれども、ただそのズレ方がですね、まだまだ小さいんですよ。その統計で1シグマというのは標準偏差ですけども、その標準偏差の2倍とか、まあ、多くて3倍近くまでしか出ない。だけどこういうのっていうのは素粒子実験の世界では簡単に起こっちゃうんですね。だからもっともっとこう統計を貯めて正しく入れる。で、ベル2ではビッグデータを使ってこういうのがさらに精密に測定することができます。で、ベル2の解析の状況なんですけれども、まだ実験開始したばっかりなのでデータあんまりありません。だからまだこれまでやったことをもう一回繰り返してっていうのを解析しかできていませんが、それでも例えばこういう新しいダークセクターの粒子っていうの、新しい粒子っていうの、こういうののサーチがすでに始まっていまして、すでに論文が出ています。じゃあこれからどうなっていくのかといいますと、まあ、これ今2020年ですね、この辺ですけども、まだまだデータは全然溜まっていないんですが、今後10年ぐらいでどーっとデータが増えていくわけですね。で、これぐらい増やしていくと大体微中間子の数にして1兆個というものすごいビッグデータ、そういうビッグデータを使って新しい物理を探していくというのがこれから我々がやろうとしているわけです。で、じゃあ双剣大生一体どんな生活をしているかというわけですが、これ私のところの学生の今日1日を書いてもらったんですけども、
午前中は大体ゼミをやってまして、物理の勉強とか、実際の研究の相談とか、そういうことをやってます。で、午後はどっちかというと実験装置に触るような、そういう仕事をやっています。で、まだこの頃は実験装置を作ってる段階だったんで、こういう現場に行って、こんな、こう接続したりとか、そういうことを言ってるんですね。で、もう今はどっちかというと、実験装置動いてるんで、その実験装置の思い、ちゃんと動いてるかどうかの確認とか、そういうことを。でまたグループミーティングもいろんなところでやってまして、大学とつないで、特に我々の場合はいろんな国と一緒にやってますので、ヨーロッパの国とつないでとか、アメリカとつないでとか、でこのテレビ会議が大活躍しています。で最後にとまとめです。この素粒子原子核専攻の実験グループでは、ここは素粒子実験の国際的なセンターがある KEK での研究で、ここは素粒子実験にだけに用いるこの2つの巨大加速器として、これを運転しているこれは日本唯一の研究機関です。でさらにいろんな実験僕らやってますんで、これ今言ったこのベルト実験だけではなくて、もう一つ JPARC っていう加速器が東海キャンパスにありますし、さらに先ほど言いましたように LHC 実験に参加してますので、いろんな領域をカバーで、だから各種の実験に参加してます。でそして教官も非常に多彩な人々で、現場の人々ばっかりですので、非常に熱血指導がいい。で、私のところの宣伝なんですけど、ベルト実験というのは、先ほどご覧に入れまして、今が立ち上がり時期なんですね。だから、これ、素粒子実験に参加するチャンスですし、もう一つ、他にも、これから始まる実験も多数あります。コメットという、これ、JPARC の実験で、G-2 という非常に重要な量の測定を、これから行おうとしていますし、ヨーロッパの LHC 実験では、このアトラスというグループに参加してますが、これはもうすぐまた新しい軟水実験があります。さらには最近ハイパーカミオカンデというのが立ち上がりつつありまして、こちらに対する認知実験も可能です。で、近年の素粒子実験はライフサイクルがもう数十年にわたってしまって、一回実験始まるとなかなか建設時期に携われないというのが結構あります。で、このような今立ち上がる実験があるんだけど、こういう立ち上がる実験が始まっちゃうとなかなかこの先、その素粒子実験に帰ってくるチャンスがなくなるかもしれない。というわけで、今が素粒子実験を始める千載一遇のチャンスです。皆さんの、参加をお待ちしております。